on the illegal trade 違法取引を in endangered wildlife and timber 絶滅が危惧される野生の動植物や樹木の around the world 世界中で wildlife は野生生物です。もともとは食用や狩猟の対象となる野生動物を指しますが、ここでは各地域に生息する動物や植物といった意味です。 Timber は木材や木材用の樹木のことです。伐採したものにもそうでないものにも使います。野生の動植物の違法な取引が世界的に増加する中、インターポールなどが一斉取り締まりを行ったというニュースです。早速ニュース全体を通して聞いてみましょう。内容を把握するための質問をします。What was the code name of the operation in 2022? What was the code name of the operation in 2022? 2022年の